土の子が見る先は何なのか。あの先俺を見てる。土の子は俺を見てる。俺を見ろ。あ、アギランガさんも寄ってきた。大太郎さんにちょっと浮遊してる。ちょっと浮遊してる。珍しい。うわうわ、そんなことするの。アギランガさんに泣いちゃうよ。泣くぞ。ほら泣け泣け。危ない危ない危ない怖い怖い危ない。皆さん、大太郎さんはこういう人です。こういう人です。こうやってやって快楽を求めてるストレス。やばいって。危ない、この人。楽しい。はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、今回なんですけど、場所はね、これ、フィールドは、ワンピースのアラバスタなんですけど、今回は、チェーンソーマンの世界で、逃走中、やりたいと思います。はい。まあ、ということで、ワンピース逃走中やったんで、じゃあ今度はね、その、チェーンソーマンモッドで、ちょっとやっていこうかなと思うんですけど、今回、6人で、まあ、やるんですけど、前ね、ワンピースの、戦闘中とか、やったメンバーでやるんですけど、で、2対4でやります。そして、2人が鬼。まあ、鬼側がチェーンソーマンです。はい。そして、チェーンソーマンはちょっと、逃走者より足が速い。そして、攻撃力もとんでもなく強いという状況でスタートします。そしてですね、まあ、逃走者側ですね。逃走者側の目的は、10分間、まず逃げ切る。まあ、これはもちろんですね。はい。鬼2人から、10分間逃げ切る。そして、今ないんですけど、4箇所ビーコンがありますので、そのビーコンの近くにある黒曜石ですね。黒曜石を4つ10分以内に壊しておかないと、クリア、めっちゃうるがえった。じゃないと、クリアになりません。だから10分間逃げ切るのは確定で、その中でなおかつ黒曜石を4つ壊さないとクリア条件は満たされないっていう形ですね。はい。そして、まあ、やられたら、もし、逃走者にやられてしまったとしたら、まあ、これで終わりかって言ったら、そうではなくて、真ん中にですね、ちょっとまた、別のワールドでやるので、今ここではないんですけど、牢屋があるんですよ。で、やられた人はこの牢屋に入るんですが、この、ワールドの中に、チェストが結構ありまして、まあ、その中には透明化とか、俊敏のポーションとか入ってたりするんですけど、その中で2個だけ、レバーがあります。で、1回だけその見つけたレバー2個のうち1個しか使えないんですけどの中の10分間で1試合だけ1個だけ、この牢屋の鍵を開けることができます。例えばその1人牢屋が牢屋に捕まってる状態で開けたら、まあ、1人脱出なんですけど、例えばね4人中3人牢屋に入ってる状態で残り1人がレバーを見つけました。でカシャンって開けたら3人逃げれます。でももちろん今後はそれ以降は、もうレバーも使えない。もう牢屋にずっと入ったままですね。次捕まったら。というルールで、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっと、もしかしたらルールにまだちょっと補足があるかもしれないんですけど、おそらく、それでいけるはずです。ということで、じゃあ10分間、やっていきましょう。ちなみに、1戦目の鬼は、オルカさんとクジラさんだよ。やべえよ、つえよ、どうぞ。僕のことが好きな人、こっちにおいで。ワオ、ファンタスティック。誰もいないわ。アギランゴさん。はい。お金好き？まあまあ、お金が嫌いな人っていうのは世の中に多分いないですよね。あ、来た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 。お金好き？うわ、土の子さん、そういう人か。はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、今回なんですけど、はい、こちら、ワンピースのアラバスタに、まあ、来させていただいております。はい。で、冒頭で、まあ、ルール説明はしてると思うんですけど、今回、2対4で、逃走中をやりたいと思います。はい。そして今回、逃走中に参加してくださる方は、はい、こちらの5人の方ですね。では、まず、じゃあ、なんか、この2人じゃり合って、なんか、すごい、なんか、毛づくろいしてる。じゃあ、こっちの赤いの。はい。どうもこんにちは、ダイタラです。好きなトマトはプチトマト、よろしくお願いします。おお、よろしくお願いします。トマトは嫌い？いや、嫌いじゃないよ、好きだよ。なるほど。じゃあ、こちら。どうも、クジラです。好きな野菜はハム、 お願いします。ハムって野菜？俺も好き、うん、うわぁ、ハム野菜なんだ。じゃあ、どうぞ。どうもこんにちは、オルカです。よろしくお願いします。お願いします。よかった、なんかもう普通に挨拶してって言ってたんだけど、なんか変化球2人来たからさ、ちょっと焦っちゃったんだよ。
よし、じゃあこちら。あ、どうも、アキランゴ隊長です。よろしくお願いします。お願いします。こう言ってんですね。好きな茶虫は食べ物です。いいって、もうアキランゴもうこう言ってんで終わってたじゃん。何好きな茶虫は。じゃあ、こちらの方、どこへ行こうというのかね。すいません、何も思いつきません。どこへ行こうというのかね。何にも思い…土の子です。何にも思いつきません、ごめんなさい。怖いよ、やめてよ。何にもないよ。落ちたまえ。ごめんなさい、土の子です。どうもすいません、挨拶が何も思いつきませんでした、本当に。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回チェーンソーマンでまあちょっとやっていただくんですけど、まああの冒頭で言ってると思うんですけど、今回はやばい、もうクジラさんとオルカさんが鬼です。怖いよ、やばいってマジで。絶対もう、まあでもなんとか逃げ切りましょう。4人、はい、頑張るよ。4人逃げ切るぞ。よし、行くぞ。頑張ろうな。今回裏切り多いな。行っちゃった。アゲランゴさん久しぶり。え、結構ガチの驚かネタで言った。今日トライアングルさん振り雑いよ。雑いよ、もう乗りにくいよ。みんなもう困ってるわ。キチーはもうこれは使われると思ってなくて、普通になんか待ってる間のなんかなんだろう、そのこじゃれた雑談みたいな感じで。私抜きで撮影したのかなと思って。ごめんごめん。 あれみたいな。僕も頭がハテナになってる。ごめん。なんか面白いシーンを切り取ってもらわないとなと思って。うん、うん、前回ちょっとね、本当にちょっとあんまり面白かったですね。 あんまりなかったからさ、なんとかちょっと割とみんな顔がでかー。あー、面白いとこ発見。仲間割れたー。なんでことあるの。うっかり、なんとかがちょっと、いや開けて、おい、檻の中じゃない。開けて、檻クリエイティブできなさい。開けて、お願い。めっちゃくちゃ強かった。殴っていい、ドライさんも。え、ちょっと待って待って、え、まあいいよいいよ。聞いたでしょ。俺すよ。これまだあれだ、ワンピースのが残ってるんだ。カリク残ってるな。牛乳飲んだ方がいいかな。俺牛乳飲んでください。はい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 、いただきます。どこにあるか。あ、ありがとうございます。もらった、なんかこれもちょうだい。ありがとうな。あ、僕一列だよ。そんないらんで、そんないらんで。違う、これマグマ。マグマやこれ。おい、マナーがひどい。飲むとこやったわ。何にも言わんから。それではじゃあ行きます。うい、おい、レディー。あ、落ちちゃった。おい、おーい、大丈夫だ、楽しいよ。俺泳いでるから。まあ、じゃあスタート。あ、きちい。よっしゃ、行くぞ。それだけ泳いでるのだ。行くよ、行くよ。左からだよ。これもスタートしていいんやね。まあ、出すか、まだじゃないですか。あ、30秒後か。あ、そう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 。ルール全然理解してなかった。わけで、トライアングル。これでもさ、ちょっと向こうにいるからちょっと壊すのやめよう。あ、ちょっと待って待って、壊すのはちょっとあれかな。まあ、いっか。え、マジで？いい？でも多分真っ先に狙いに来るよ、多分。殺しか。汚い言葉。オッケー。よし、来た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 。じゃあ俺右から行くわ。タイマーが。ねえ、ま、分かる。待って、俊敏も見つけた。1個あげる、1個あげる。やべえ、硬すぎるマジで。アゲランゴさん、はいはい、どうぞ、これ。よし、ありがとうございます。俊敏1個。これもう逃げろ、逃げろ。はい、もういる。ちょ、奥、僕奥壊しに来ます。はいはい、了解です。ちょっと情報共有していきましょう。いやー、いたよー。マジで、ポーションで俺逃げよう。あ、ポーション、よし、ポーションある。おーっと、ポーション使って逃げた俺。よしよし、ナイス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 。チェスト発見。いたまだいる。はい、やれた。一発。なになになんかバグってるバグってるバグってる。すごいすごい、キルログが。え、誰かいる誰かいる。あ、クジラさんか。そう、俺や俺。近くにね、ダイダラさんがいたんですよね。あ、じゃあ遠くにいるんかな、他の人は。あきらんこさん、元気出してねー。
これ待って、あの目の前にチェストあるんでチェスト先開けます。いや怖っ、見えた来てるわ、ちょっと待って、俺追っかけられてるわ。俺一旦真ん中、あ、いた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 、真ん中の子にいる、誰か、おい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 、いけ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 、痛い痛い、オッケー、高音、高音って何、高か、高音は意味ない、意味ない、オッケー、壊した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 、ナイス、壊した、ナイスナイスナイス、あと2つだよね、あと2つ、いや、あと1個、うん、あと、でも、あと2つか、まあ、壊すのは絶対だからね、10分間逃げらない、逃げないといけないので、10分以内に壊しとかないとクリアにならないだけだから。了解。いたいた、トライアングルさん、トライアングルさん。待ってこれ。うわー、やべー、うわー、よし、倒した、倒した。うわー、トライ、マジか、ダーン、意味わからん、キルロード。やられたあ、どうも。やら、どうもどうもどうも。こんにちは。やばすぎる、ドキドキ、もう俺めっちゃ怖いんだけど、ちょっと今ね、これ出会い頭が怖すぎる、ほんとに。あー、痛い、ちょっと、ちょっと、あと一人、よし、あとはダイダラさんか、俺しか残ってないのかよこれ、あいつらマジでしっかりしろよな、ほんと、やばい、ちょっと待って、これ早く瞬殺さ、瞬殺の可能性が怖すぎるもん、頼む、来てくれダイダラさん、ダイダラ早く来てくれ、助けて、悟空早く来てくれ、早く来てくれ、お願い、ちょっと待って、やばいよ、レバーをとりあえず探してよな、レバー、レバーどっかねえかな、あいつはさすがに救ってあげねえとかわいそうだよなってやつある、ちげ、鈍化だこれ、また一番見つかりやすそうな服してるのに真っ赤で赤色っていう一番目立つ格好だよ、チェーンソーマンもびっくりの服の 赤さなんね、真っ赤、血で血で真っ赤なの、赤なのに、あ、クジラさんかな、これは、あ、クジラさんだ、そう、ね、オルカさんしかいない、俺もう反対側一番遭遇率高いなんかクジラさんとばっかりめちゃくちゃ遭遇する、ほんまにそれ、ポーション拾っとくか、いい、弱化って何、弱化って何、やーっべ、死んだ、くっそマジで、うわ、もうびっくりした、痛い痛い痛い、このアイツ急に角から出てきた、角待ちされてるあー、やられた終わった、はい、早すぎる、終わった終わった、6分です、浮かばったよ、いや、お疲れお疲れ、今のはが、仕方ない仕方ない、チェストの音聞かれたわ、あー、なるほど、チェスト、ポーションめっちゃ拾ったんだけどね、一個もなかったレバー、いや、え、そうだよね、そう、あの、うわー、くそー、めっちゃ刺してる鬼を、今度じゃあ2人変えてやりましょう、次、わかりました、ボル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 、痛い痛い痛い、やめて、痛いよ鬼はじゃあ僕とダイダラさん行こうか、おれー、うん、これでちょっと行ったらどうだろう、これ踏んだら能力つきます、うわなんだこの力、透明化、攻撃力上昇、透明化、耐性、移動速度上昇、素晴らしい力だ、え、すいません、これ私ってモクモクしてますか、いや、してないですよ、してないよ、それ自分だけ臭いやつですね、あやばい匂ってるやばい、匂ってるよ、いい意味で、いい意味で、いい意味で優しい、いや、でも匂ってるとは言わないんだよね、いい意味まあでも最初あそこの、多分ビーコン行くでしょ、うん、あそこだからアイス殺しに行こうぜ、あそこのやつ心理戦だ、心理戦、まず土の子殺す、土の子弱いやつから倒すよ、弱いやつだけ、まずじゃあ土の子さん狙おうか、で弱いやつ倒してレバー使わせてそっから本番だからオッケーオッケーオッケー、あ、そうやね、確かに、よーいスタート、はい、よーし、
よし、頑張りましょう、これ頑張りましょう、頑張りましょう。目の前のビーコンはまず壊せるな。そう、うん、壊したさっきは壊したよ。でもなんか広がってアイテム取るのもありかもしれない。一人一個担当しよう。確かに。4、3、2、1スタート。ゴー、いやー、行くぞー。あ、出ない出ない出ない。え、大丈夫？オッケーオッケー、出ない出ない。じゃあこっちから行くわ、僕右行きますよ。はいはいはい、俺まっすぐ行くわ。俺やばい、カルガはいいわ、楽しい。どうせビーコン壊すでしょ最初。そうだよ最初絶対ビーコン行ってっから。これビーコンに貼り付いといたらいいのだよっていう。うーん、間違いない。多分真逆側からなんか、おお、スタート、始まったー。さあ、押しすぎ押しすぎ。1人1個ビーコン壊そう。オッケー、オッケーです。私さっき最後まで残ってたビーコン見に行きます。俊敏のポーション。クッション。あ、俺だよ、びっくりした。え、待って、びっくりした、びっくりした。もうビーコン、ビーコンめっちゃ壊れてるね。じゃゆっくり。あそこに土の子見つけたよ。いいわね。オルカさんも見つけたよ。オルカさん、土の子さんの後ろついてけば安全だ。あ、やばいやばいやばい。俺だけ見つかった、俺だけ見つかった。どうします。来とる来とる来とる。いたわー、いたわー。あれ、つい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 つマジですか。俺とオルカさんで俺2つ壊します。私も1個壊した。僕1個壊した。だから全部壊れてるから、あとは逃げ。ナイスナイスナイス。いたいたいた、まだいるまだいるまだいるよ、まだ。じゃあクジラちゃん、クジラちゃん、待ちなさーい、待ちなさーい、クジラさん待ちなさい。あれ、どこ行った。どっかに、どっかに、どっかに。あ、誰か見つけた。彼は引き返したかもしれない。ああ、ここら辺に、ここら辺にクジラさんいると思うんだ。あれ、どっか逃げ、隠れたら多分いけるんじゃないかな。確かに。でもちょっとレバーも探したいな。確かに。あぶね。大丈夫？大丈夫。大丈夫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 。あぶね。よかった、節穴で。節穴。腹立つ。絶対抜け出して買ってやるこのゲーム。パン食った。食べてる食べてる食べてる。なんか大きいチェスターあるんだけど。クジラさーん、クジラさーん、もう待ちになって。やばい、あ、やばい、どんすく、いや、大丈夫大丈夫。クジラさーん、どこだ。やばい、それ今ぶつからなかった。やばいっす。ほらほら、待て待て、クジラさーん。ほら、よっしゃー、ナイスー。素晴らしいね。あと2人、あと7分ださあ、あ、いないか。まだ開けられてない。開けられてないよ。おめえら見つけた見つけた。いや違うよ、ちょっと牢屋の二人をからかって遊んでる。あ、なるほどなるほど。素晴らしい行為だそれは。やられちゃった。こんにちは。こんにちは。ちょっと煽ってくるな、この人。いやいや、どっちだ。ここね、ここに足止めしとこう、俺らで。なるほどね。今チェーンソーマン一人だからな。ええ、なんか殴ってきた殴ってきた。バレたかな。バレた。いや、わかんない、痛み見えたんだけど。まだ4分しか経ってないから結構あるよ。オッケー、ポーションもう1個あるから、最悪これで逃げれば。いないな。いないね。入り組んだところに。いや俺ね、やった俺の心理分かってる、うん、隅っこ端っこから探す。そうだよね、うんうん、外側探す、まず間違いなく怖くて。ちょっと僕今外側行ってますわ。やば、怖いな。なんか突然現れそうで怖い、これ、どこも。なんかすごい。トライアングルさんだろ、これ。余裕ぶっこいて煽っとるけど、全然捕まえれてないからな、確かに。これは勝ちたいな。しかも、なんならビーコンも壊されてるから。もう後に危険状態やからな。どっからその自信出てくるんだ。あいつらイモってるだろ絶対。おい、あの宇宙人、どうした、宇宙人よ、やばいよ。なんかずっと自称17歳の宇宙人よ、どこ行った。17歳と金にがめつい口の子さがめついんかな。
想像です、ごめんなさい、想像です、今のはピンポン、想像です。あ、名前見えた。あ、見えた。はい、見えました。近い。あ、やべ、ちょ、今、多分いたな。あ、あきらこさん、そっちね。オッケーオッケー。真ん中にはいなそうだな。めっちゃ檻の中からこちらを見ていたような気がした今。助けてあげたいけどな、イレバーが。あれ、あれアキランゴさんか。今アキランゴさんいた。もうこっちには全く気にかけてなかった。見捨てられたか俺ら。見捨てられたな。土の子さんが隠れれば終わりなんじゃないって言ってたから、ワンチャン土の子さん隠れてるかもしれない。土の子さん全く音沙汰ないけど。見てない。なんかもう底なし沼みたいなところにはまって消えてったんじゃないか。動けない説あるか、もしかして。さあ8分、なんか出会いそう。8分だからあと2分だよ。10分じゃなかったっけ。え、もうそうですね、15分だっけ。逃げ切る方がいい、逃げ切りの方がいいような気もするけど、でもやっぱね、場面的にはちょっと助けたいよね。そうなんだよね、マジで。全然全然出会わないのがちょっとおもろいね。ね、探してると思うんだけど、だいぶお互いね。お互い全く出会わないっていう。ダメだって、これはね、えこれはダメね。出てきてお願い、本当にお願い。マジでお願い、ちょっと待って、俺本当にダメなやつ。あーやだよ、ね、おい、ちょっと、あと、あと何秒、あと何秒、あと40秒さ、カロセ。え、待って、本当にレバー入れてあるこれ。ね、忘れてない。なさすぎる、本当に。あ、そこいるわ。今見えた、見えた。あ、土の子さん。土の子さんだ。生きてた。生きてたんだ。いたんだ。助けてほしいな。行方不明になってた。土の子さん。周り警戒しとるんか今。いけるいけるいける。今来れる来れる。なんか持っとる。来れる来れる。今来れる。おらんよ、周りに。ちょっと待って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 、どこ行くねん。ちょっと助けて。ちょ、今大丈夫、今大丈夫やから。10 9 8 7、終わる、6 4 3 2 1、終わり。おい、助けに来いよあいつら。ちょっと待ってくれ、本当に。え、やっべー、大丈夫、死なないで。やば、ちょっと待って、出会っちゃったけど、鈍化投げてどうだろう。 終了だって。ちょっと待って、マジでレバーが見つからない。マジレバー、レバーないけど、でもクリアだよねきっと。そうっすね、だってビーコン壊したもんね、全部壊しましたね、全部。いや、どこいたの君ら。どこに、ちょっと待って、ぐるぐる回ってたよずっと。え、でもさ、レバー入れましたよね。レバーなさすぎ、本当に。レバーある、レバーある。どこどこ、ないんだけど。これちょっと今回ガチで事故よ。ほぼカットなりそうやね、ほぼカットに。これはもう多分2分ぐらいになるかもしれない。ちょうど2戦でちょうどいいかもね。まあ、2戦ちょうどちょうどそれでいい。でもだいぶ探したよ、本当に。全然隠そうない。本当に動いてた？動いてた、めっちゃ動いてた。動いてた。で、もうね、最後見つかったんだけど、僕ポーション投げたの気づかなかった？どっちかにポーション投げたんだけど。いや、俺見つかってないよ。嘘でしょ、目の前だったんだ。ギャーと思って、ポーション、鈍化ポーション投げたんだけど。もう土の子さんのことボロッカス言ってたから。なんでよ。実況者だったら面白くするだろうなって言ってたら全然出てこないから。いや出てきてるから。出てこねえよー。でも怒ってたよ、ほんと。ほら、出てきてるって。マジで本当に出てきてるよ。いや、もうこれはもうあれだわ。じゃあもうオルカさんとクジラさんがうまかったってことよ。最初のね、ビーコン壊し、そういうことよ。かった。いやまずもうあのクジラさんとオルカさんに関してはもう見つけたら絶対張り付こうっていう感じだったから。なるほど。もう何が何でも見つけ、もう追いかけるみたいな。何回か間近通り過ぎてましたけど。あ、そうクジラさんすごいうまく隠れられたけど。なんか俺らの中で牢屋組でちょっと話してて、
はい、見捨てられてるんじゃないかなって。いやいや、いやいや、まあ、そう、絶対そう、絶対そう。僕たちもそう思ってた。いや、あのね、最後残り2分になった時ちょっと心が揺らいだけど、いや、それでもあのだいぶ探してたよ、最後の1分2分。周りアキランゴさんしか見えないんですよ。土の子さんが見えない。そうでしょ、ちょっと僕覚えて、あのポーションもらったりしてたよ、アキランゴさんに。はい、というわけで、今回見事な、逃走を遂げた、お二人でございます。おめでとうございます。まずやったー、イエーイ、はい、おめでとうございます。ちゃんと壊したよ、ね、ゲームの面白みも何も感じず、ね、逃げた感想どうですか。楽しかったですね、はい。まあ、ということで、まあ、じゃあ逃げ切った、じゃあ感想、じゃあアキランゴさん。はい、いや、まあね、ちょっと朝飯前って感じでしたね、正直。もうちょっとね、あの難しいかなとか思ってたんですけど、なんか意外とね、余裕できちゃいましたね、この状況で。ただやっぱね、ますか、はい、まあやっぱはい、すごいことになってる。味方がね、喋ってんだよ味方がね、ちょっと2人ね、あの捕まってしまったということで、ちょっと全員生存ルート行きたかったんですけど、次回はね、そこをリベンジしたいなと思います。なるほど、次回があると思って。ない、皆さん今までありがとうございました今までありがとうございました。最後にスペシャルサンクスとかでこれから出るかもしれないですね。はい、あの休んだ人の集合写真みたいな、右上にあのつけといてください。パッてつけとく。もちろん次回も呼びますよ。じゃあ、はい、ね、本当にもう見事な逃走。やっぱり逃走うまいっすね、つのこさん。そうですね、逃げる、やっぱり逃げる人生うまいっすね。いや、違います、さっきのやっぱオルカさん、クジラさんチームは僕もう速攻瞬殺でやられたんですけど、今回なんかおかしかったですよ、2回目は。全然出会わずに、僕ら動いてんのに出会わずに、なんかちょっとなんか腑に落ちない戦いでしたね。あと、あのあれ、レバーがなさすぎます、本当。レバーをもっと用意してください。お願いします。見つけられません。本当に見つかんない。本当に見つかんない。本当にあの全部流してほしいぐらい探してます、2人とも。はい、大太郎さん、大太郎さん、はいはいはい、僕たちが弱いって。いや、俺もそう思ったよ。いや違う、オルカさんとさ、クジラさんはなんかすぐ見つかる、うん、すぐ、うん、なんかさ、僕たちが弱いって言えばいいのにさ、なんか今回おかしかったですとかさ、なんかすごい飛ばしなんか言われてさ、きついわこれ。あれだよね、この弱い俺たちにオルカさんとクジラさんも捕まったってことだから、クジラさんとオルカさんもね、そういうことディスられてんだよ、これ。俺たち4人ディスられてんだよ、俺たち。なんか悔しくて俺も悲しいよ、本当に。なんか土の子さんになんでそんなこと言うんですか。怖すぎる、この絵面。そう怖すぎる。怖いよ、もう何言ってもこんな展開でしょ、もう。まあじゃあね、まあでもとりあえず2人とも、あのお疲れ様でした、うん、でも楽しかったですね、ほんとね。なんかすごい生き生きしてんね、つるこさん。なんかすごい、だって逃げれたもん、僕ら。あ、よかった。まあそうですね。まあでもちょっと僕と大太郎さんはちょっとね、ちょっともうちょっと頑張んないといけなかったですね。はい、悲しいっす。続きは頑張りましょう、頑張りましょう。まあ、あのマジでリベンジするんでお願いします。楽しみ。というわけで、じゃあ今回はな、すごい絵だな今回。この辺りで終わりたいと思います。絵が怖すぎるんだけど、これホラーだよ。今回ね、あの一緒にやってくださった、皆さんの、チャンネルは概要欄に、貼っておきますので、ぜひ見に行っていただけると嬉しいです。じゃあ皆さんお疲れ様です。じゃあ皆さんバイバイ。バイバイ。ボコボコだ、もう刻まれた。